マルバ対決シリーズ1対1指定バージョン。指定対決ということで、清水コーチと、はい、所属の小田太陽選手、ミッドホーリーホップの田辺陽太選手、はい、清水コーチが実際に教えていた教え子になります、はい、でマルバの1対1でね、対決してもらうという、素敵な企画となっております。まあ、ルールちょっと簡単に言うと、攻撃、ディフェンスでキーパー入るの で、はい、でその3人でローテーションしながら、ゴールを取った人がもう勝ちっていうシンプルなルールになりますので、はい、キーパーもある程度本気で守ってもらわないと終わっちゃうよっていう。キーパーやってたね。やってましたね。田辺選手はそうですね、ちょうどキーパーもやってたね。確かに確かに懐かしい。フィールドでちょっと出場機会少ないからキーパー上手いからお前キーパーやるから。確かに結構活躍したキック出ましたね。キック出ましたね。覚えてる。じゃあせっかくなんで一言ずつ。田辺選手。伊藤ホーリーホックの田辺陽太です。二人に負けないように頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあはい、古賀太陽選手。最後の。はい。最後の。ちょっと1対1だいぶブランクあるんですけど、負けないように。ブランクある。頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、はい、清水健コーチ。マルバのコーチの清水です。太陽はね、前練習見に行った時はだってこの前ワールドカップに出てた伊東純也選手とかと、はい、練習の後1対1とかやってたからね。だからそれでもしも勝ったらまだワールドカップのチャンスもあるかもしれない。ゼロじゃない。ゼロじゃない。ゼロじゃない。チャンスはゼロじゃない。ということだね。田辺陽太、ゆずき兄弟に関しては、まあ陽太、もうね、プロになっておめでとうっていう、さっきも言ったけど。まあこれからなんで、まあ、負けないよ。やるからね。本気の対決です。本気の対決。はい。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと行きましょう。じゃあ。シーズコーチが先行です ね、 ですね。おっしゃ年功序列でディフェンスかな。あ、結構ここら辺1点取ったらこっちで、お願いします。キーパーも取ったら終わりか。何19がディフェンスをもっと読んで問題で戦う。なかなかすごい。やさやってちゃんとやっていいかな。ちゃんとやっていいかな。プレッシャーだな。いやじゃあ一回パスして落としてからさ。そしたらもう取れます。もうちょっと後ろがいい。そっちかどうかしら。シンプルだ。シンプルな2つもんですね。取ったらもう終わりね。じゃあ行きましょう。健康値の攻撃です。いいねこれ。1対1。おっ、結構いい。さあ、いい場合です。シンプル、お、来た。右足で、おー、あー、さすが。そう取るんだね。さすがです。そしたらじゃあ、清水コーチがキーパーで。そうだね。でいいのかな。そうですね。あ、ここもやんのね。やるそうやって取るんだね。残り足ね。そうですね。じゃあ、今度は小田選手と田選手。さあ、中国の小川選手、1対1。お、ステップ踏んで、丸場っぽい。お、ダブルタッチ。さあ、田辺さん寄せてる。お、寄せてる。ナイスディフェンス。なるほど。いいよ、これなんですよ。なかなかいいよ。じゃあ、お願いします。ピッ、指定対決。さあ、そして左利き。おー、逆回りにしましょう。短期決着。ストップ。足の方が痛い。どっちにした。足だった。
ね。おっ、来た。ここで決まるか、決めに行くのか。さあ全然抜けるイメージ。静けん振り回す気持ち方ちょっと力んでいるか。おお、そのところこのお互いに牽制してます。縦見せて、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 縦見せて。それもストップくるかもしれない。ストップどうですか、横でこっち、今の横でこっち取った、取った、ボール取ったよ、取ったよ、取ったよ、確かに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 取ったな、すごかった、取った取った、代表から取った取った、もうちょっとやっぱ縦見せなかったな。いや左前、縦見せろと、右のインサイドもうちょっと縦見せろと。いや取った。さあ決めたら終わりです。決めたら勝利。ファールだ。そうそう、ナイスナイス。じゃあ、あ、確かにリーチがね長いんだよ。リーチがねあるの。いいけど足がね長いんだよ。これね、ほんと5年前ぐらいだったらギュンっていけてる。あそこからね。じゃあ、順番をまた戻しましょう。確かに5年前だったら。行きましょう。連続は、そうですね、確かに疲労がね、溜まりますから。24歳だよね。ちょっとカズさんっぽいっす。確かにレジェンド22と24歳だね。この構図でございます。42歳。フラフラフラ来た。そこで詰めてね。そこで詰めてね。ああ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 。惜しい。惜しい。だけど負けない。だけど負けないよ。これあと一人一回ずつね。さあ、じゃあナイスか。うわあ。ストップですか、横田コーチ。ついていけます。ついていけます。ヨータ。ここいるじゃん。左足で、左足で抑えられたよ今。一個。大きかったな。ちょっとボールが先行になっちゃったな。行こう。よし、いいよ。いやどうするこれで今決まる練習が。ここはじゃあじゃんけんでいいですか。じゃんけん、じゃんけんはもう文句ないからね。あ、そうですね。絶対にじゃんけんで勝ちが決まるの。そう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 。新しい、新企画、シンプル、新企画。これでもあれ勝ったら、あのワールドカップ目指せる。目指せる。もう勝ったってことで、もう負けてないから。声を大にしてワールドカップ目指せる。一枠ある。諦め性は、はい、諦め、はい、もう一回トレーニングか。ちょっと引退してたけど。じゃあここはもう本気のじゃんけんで。誰だ。じゃあ言います。言っていいですか。はい。いやどうしようかな。マジか。まあいや行こう。じゃあいいですか。じゃあ誰。いいよ。最初はグー。じゃんけんぽい。おお。おお。おお。そう負けてない。おお。駆け引き負けてない。いや。していたい決意。同じこと考えてる。なんかね。いいですよ。これ間合いがいいね。緊張するね。最初はグー、じゃんけんぽい。おお。仲いいな。ちょっと気持ち悪い。気持ち悪いよこれは。いやだってこれ3回目よぎるじゃんね。そう仕組んでないですよ。逆にやりづらい。こう考えてるこれ。裏の裏までいってこのパーだからね。これで決まりそうだね。3回目どうするみたいな感じでしょこれ。これめっちゃ考える。いいですか。はい。
最初はグーじゃんけんぽい。いやもうね、キモもういいよ、キモめっちゃ考えてるよ、キモいやー、なにすげえ考えてるのよ、明らかに。よし、ライトは同じってすごい。いやすごいな。最初はグーじゃんけんぽい。おおなになになにほんまに一生懸命ジャンプやる。もういいよ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 もういい取れました。もういいは取れました。もう大丈夫だ、もう大丈夫だ。最初はグーじゃんけんぽい。やったおめでとうございます。勝ちました。さんざんの、はい、苦難を経て見事じゃんけんもなかなか好きな優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、勝者の一言で、はい、もうバツッとこれは勝ったんでね。そうですね、はい、言っちゃってください。先輩と師匠の駆け引きに勝って2人超えることができました。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ惜しくも敗れてしまいました。いやー、まあ、盛り上げだけ盛り上げて満足っす。いや、次機会あったら勝てるように頑張ります。ありがとうございます。またお待ちしてます。お願いします。じゃあこちらも師匠、はい、清水健コーチ。いや楽しかったです。もうじゃんけんも本気でいろいろ考えてね、ほんと考えて考えて出したんで楽しかったし、まあでも1対1もね、負けてないんで僕も、まあ2人ともやっぱり、でもあのディフェンスのあのなんか寄せてくる感じとか、やっぱこう触られちゃう感じはやっぱなかなか、まあさすがっていうのがあれかわかんないけど、まあさすがだなっていう。ただ負けなかったんで、次ワールドカップどこだっけ、なんかアメリカ。そうですね、もしかしたら目指させてもらうかもしれない。じゃあレイソルと水戸のスカウトの皆さん、清水健に、はい、とりあえずオファーを。森保、そうですね、森保はじめ監督が続投するかわかんないですけど、まだ、はいね、もしよければ。いや楽しかったです。はい、それでは最後3人で、はい、1-3 で締めますか。あ、そうだね、1-3で、はい、じゃあいつもなら清水コーチですが、今日は優勝した田辺選手にお願いしたいと思います。はい、はい、お願いします。1-3 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。